レイフレー、品物を覗きに来たよ。あ、ルルアさん、いらっしゃいませ。ようこそお越しくださいました。本日もいい品を揃えておりますので、ぜひゆっくりご覧になってください。うん。ねえレフレ、はい、どうなさいましたか？ふと思ったんだけどさ、レフレってものすごく丁寧だよね。そうですか。うん、お店だけかと思いきや。あ、レフレだ。やっほー。ルルアさん、ごきげんよう。本日はお日柄もよく。お、レフレ、何食べてるの？ルルアさん、こんにちは。食事をしながらですみません。正しいのはいいことだと思うんだけどさ、私にはもうちょっとだらーっとした感じで接してくれていいんだよ。だらーっとですか。だらーっと、だらーっと、はあ、ルルアさん、何のご用ですか？うん、なんか違うね。言い方が悪かったね。肩肘張らずにフランクに接してくれればいいよ。別に私相手に緊張することないでしょ。ルルアさん、はい、わかりました。ルルアさんがそうおっしゃるなら、レフレ誠心誠意努力してフランクに。全然フランクになってないんだけど、うーん、まあいいか。そういうところも可愛いし。フランクに、フランクに、よし、頑張ります。フランク、よし、次はレネンが鬼だぞ。わかった。1、2、レフレ、どうしたの？ルルアさん、いや、なんでもないんですよ。あの子たちを眺めてたなんて、全然。お？疑われてる。本当です、信じてください。別に面白そうだなとか、一緒に遊びたいなとか、そんなことくれぽっちも思ってないです。ねえ、思ってませんとも。なるほど、事情は分かった。ここは私に任せておきなさい。え、どういう。アルフ、レネン、ちょっと来て。ルルア、なんか用か？か？うん、この子レフレって言うんだけどさ、一緒に遊んであげて。ルルアさん、そんなこと。あ、もちろん行こうぜ、レフレ姉ちゃん。
レフレってしっかりしてるけど、まだ子供だもんね。そりゃ遊びたい時くらいあるよ。でも、レフレって引っ込み思案だからな。よし、もっとレフレと仲良くなって、レフレの気持ちを分かるようになろう。うん、それがいいよね。となれば、どうすればいいかな。ちょっと考えてみようっと。いや、改めて思ったんだけど、レフレのお店って綺麗なものがたくさんあるよね。はい、そうです、そうなんです。え、ルルアさん、せっかくですし、この機会に私のおすすめをご紹介してもいいですか？うん、構わないけど。ありがとうございます。じゃあ、どれからにしようかな。まずは、このとっても大きなガーネット、見てください、とってもいい色でしょ。深い深い赤い色。ガーネットは石言葉も素敵で、友愛とか秘めた情熱とか、とっても熱いんです。で、ですね、こっちは宝石じゃないんですけど、すっごく綺麗な化石なんです。大昔の魔物が化石になったものなんです。これだけ姿がはっきり残ってるのは貴重で、学術的にも価値のあるものなんですが、それに関係なく目を奪われちゃいますよね。ね、ルルアさんもそう思いますよね。え、ああ、うん、とっても綺麗。ルルアさん、さすがです。他にも、他にも。今日はこの辺に。って、もうこんな時間？ごめんなさい、ルルアさん。私、楽しくなっちゃって、つい。気にしないで。とっても勉強になったし、それに、レフレがどういうものが好きなのか分かったから。よかったよ。ルルアさん、そう言っていただけると嬉しいです。あの、もしよろしければ、また今度お付き合いしていただけますか？うん、もちろん、楽しみにしてるね、レフレ。